これより被告人の申し立てにより先人春尾根の見舞いにおきて決闘裁判を執り行う。告発人前へ。蒼天騎士グリノー卿、何時この者らを告発するか。我が名はグリノード・ゼーメル。蒼天騎士の名誉にかけて損なる異邦人2名を異端者との密通容疑により告発するものである。被告人前へ。異邦人アルフィノ・ルベユールおよび異邦人タタルタル、何時らに改めて問う。グリノー卿による告発に対し身の潔白を訴え決闘裁判を求めるか。我が名はアルフィノ・ルベユール。そうだ、我々は無実であり告発されるいわれはない。正当な権利として決闘裁判を要求する。わ、私はタタルタルです。この通りか弱き乙女なのです。戦うのは無理なので、代理投資を求めるです。確かに幼児や老人、そして女性など戦う術を持たぬ者には代理投手の選出が認められている。被告人の擁護者として決闘場に立つ者は誰ぞ。何としても無実を証明してみせるぞ。ご昇覧あれ。そして願わくば真実を明らかにしたまえ。
強行芸家、光の戦士殿がいらっしゃいました。貴公の噂は耳にしておるぞ、英雄殿。神殿騎士団のアイメリク教からもその評判を聞いていた。わしはトールダン七世、イシュガルド聖教を束ねる教皇の立場にある者よ。どうしても貴公に一言詫びねばと思うてな。しかし見ての通りの老骨では思うようにもいかず、無礼と知りつつ貴公に足を運んでもらったのだ。それというのも貴公の友人が異端告発された件よ。どうやら些細な行き違いがあったらしいの。そうであろう、ゼフィラン卿。は、恥ずかしながら我ら蒼天騎士団に寄せられた情報が誤っていたようです。我が部下グリノー教の独断であったとはいえ、無実の罪で告発したこと申し訳なく思っている。この通りだ。貴公らがイシュガルドのために成してくれたことを思えば、かような行き違いなど起きようはずもないのにの。万神芝屋高等防衛戦での働き、改めて礼をさせてほしい。他の者にも貴公らを熱く遇するように申しておこう。さてゼフィラン卿、人払いを願えるかの。しかし芸家、かしこまりました。人払いを。
教皇などという立場になると、若者と面と向かって話すだけでも一苦労よ。ところで英雄殿、貴公はアシエンなるものをご存知かな。貴公を光の人たるものと見込んで話す。この教皇庁も奴らからの接触を受けておるのだ。アシエン、奴らは混沌の種をまいて回る存在よ。ドラゴン族との戦争を続ける我らに力を与えると言ってきよった。無論わしは奴らに組みするつもりも、その思惑通りに踊ってやるつもりもありません。しかし連中の企みに対抗しようにも、その真なる目的を知らずしては何もできぬ。故に話を聞く素振りを見せつつ様子を伺ってきたのだ。いずれ訪れる奴らとの対決に備えての。なぜなのかはわからぬが、奴らは光の戦士と呼ばれておる貴公の力をことのほか警戒しているようでな。だからこそわしとしても貴公と協力できるのであれば手を取り合っていきたいと思っておるのだ。エオルゼアの真なる平和のためにもな。